残った5個を開けていきましょうか。目標は達成するのか。開ければわかるさ。そして、全体としての結果はこちら。目標達成ならず。足らないのは計6枚。残念だったな。だけど私は諦めない女。どういうことだ。ドン。2箱目。買ったのか。買った。それでは開けていこうと思うのだけれど、情報化社会とは恐ろしい。深い言葉が出てきたな。調べたところによると、ビックリマンには配列があるらしいのよ。どういうことだ。例えばここで A というシールが出れば B というシールがここに出るみたいな。つまりこの箱の最初のこの2つを開ければ、この箱に私が望むデビルが出るかどうかがわかるというわけよ。そうなのか。では早速開けていこうじゃないの。運命の時ね。これの結果で、これが神箱か、地獄箱かわかる。行くわよ。お、新しいのではないか。これ。待って、調べる。結果が出ました。神箱決定です。なんとこの箱にはデビルも入ってるし、足らなかったものも入っている。コンプも完成する。よかったな。ありがとうセブンイレブン。早速残りの足らないものをこの箱から取り出そうじゃないの。ここから残りの足らないものが出るはず。大丈夫なのか。私は情報化社会を信じる。さあ、行こうじゃないの。これ前も出たやつじゃないのか。そんな。ちょっと待って、嘘でしょ。これはデビルが出るはず。全く違うのが出てるぞ。そんなバカな。本当は地獄箱なのではないか。ちょっと待って、もう一度調べる。私が間違ってた。これが正解なのよ。今度こそこれで足らなかったものが出るはず。本当か。開ければわかる。いざ勝負。持ってないの出たぞー。おお。ってことは、これはデビルが出るはず。いけ。出たー。よかったな。目標達成。
コンプ達成。おめでとう。改めて、セブンイレブンありがとう。ほんと神箱だった。